こんばんば、ま、ンレーのミラグルボーグククルイキグです今日は特保、バイオ、新食品、栄養、機能食品、まあ体にいいやつ、一般食品は健康食品を含めます。特定保険、特,保特定保険用食品は血圧、コレステロール、お腹の調子を整えるなど、いろいろ厚生労働大臣の許可、承認が必要です。特別用途食品、ありますね、お年寄りとか、えー、赤ちゃん用、食事制限ある人、いろいろ。 ですね、あとはバイオテクノロジーの食品バイオ食品もございます遺伝子組み換えのはいただバなのは最高のダイエット食品何々聞くと言われていますがんが治るなどこういう詐欺には気をつけましょう遺伝子組み換え食品分かりますでしょうか大豆バレーシン、トウモコシの種麺実いろいろあって、まあ、人工的に変えたものです遺伝子組み換え部分,分別とか非遺伝子組み換え食品などいろいろあるんです はい、まあ大変なもんでございますスローフードっていうのはね普段何気なく口にしているものをもう一度じっくり見つめ直してみようとイタリアで始まった運動でございます旬の食材郷土料理まあ地繁盛のもの行事食などいろいろですねはいというわけで、えー、新たな食品でしたバイバイ